永江貴子君はい碧水会の長江貴子です。えー、先ほどから委員の皆さんから、えー、JICA ボランティア、協力隊への質問など出ておりますが、実は私のところにおります政策秘書は、青年海外協力隊の OB ですで。10年ほど前にパプアニューギニアに派遣をされまして、2年間活動をして、帰国後、外国人技能実習生の日本語指導に当たっていたそうです。 あそれは何か紹介があってルートがあるのと聞きましたらそうではなくてハローワークで見つけたんだそうですねそれを聞いてちょっともったいないなと思いましたせっかく海外経験があるんですからそれを活用するっていうことは非常に重要ではないかと思いまして彼自身もこの JICA ボランティア OB と外国人自治 まあ実習生、あるいは外国人労働者の支援をこう結びつけるような仕掛けがあればいいなという提案を申しております、まあ、そのとおりだと、えー、確かにこれからますます増えるであろう海外からの実習生、あるいは外国人労働者、あるいは外国からの留学生の皆さん、 日本に馴染んで活躍してもらって、日本にいいイメージと思い出を持って母国に帰ってもらって、そこでまたご貢献をいただければと、それをしてもらうためには、やっぱり日本語研修をはじめ、さまざまなフォローが重要かと思います。そこを海外経験もあり、外国の習慣などにも通じている JICA ボランティア OB に活躍してもらうというのは、大変いいアイデアではないかと思います。 現在、そういう、まあ、外務省と厚生労働省の違いはありますけれども、そういう仕組みがあったり、あるいは連携など、行われているのでしょうか鈴木国際協力局長。お答え申し上げます。あの先生ごあの、委員ご指摘のとおり、あの帰国した JOC の対応の中には、現地の活動を通じていた経験や語学力、 高いコミュニケーション能力を生かし、地方の国際化支援、あるいは地方創生の担い手として参加していらっしゃる方、こういう方も少なからずいらっしゃると、そういう,うに承知しております。まあ、こうした優位な人材が、昨年4月から新たりに創設されたあの、特定技能外国人材をはじめとする外国人材の受け入れや定住化支援等において活躍の場が広がる。まあ、そういうよういよなこととのためにジャイカと法務省 地方自治体の外国人材、相談窓口、こういったところとも連携しながら、さまざまな可能性、これを探求し、取り組んでいきたいというふうに考えております長江貴子さん、はいあの。せっかくの人材ですから、ぜひあのいろんなところと連携しながら、うまく活用して、本当にあの日本に対するイメージをいろんなところから上げていく努力をお願いしたいと思います。えー、それかからら先日委員会から関西視察に参りましてて改めて あの国際貢献を進めていく中では、SDGs という世界共通の物差しですよね、えー、これをまあちゃんと踏まえて取り組みを進めるということが重要なんだなということを認識させていただきました、でまあ、日本自らの SDGs 達成について、まあ、政府としても推進本部を立ち上げて、いろいろ戦略を練っていらっしゃるようなんですけれども、えー、茂木大臣にお伺いしたいと思います。17のゴールががありますが 日本が一番ちょっと遅れているよねと、一番これから頑張らなくちゃいけないところは、大臣のお考えでは何だと思われますでしょうか。茂木山大臣。 あの先ほどお話伺ってて、先生の事務所にあの青年協力隊の関係の方が入られた、うちの地元の市会議員でも女性なんですけど、ボリビアで,ですね青年海外協力隊をやられた人が、市会議員として非常にあの頑張ってあの活躍しているんですけど、たまにはあのハローワークもいい仕事するんだな、こんなふうにあの思ったところでありますけれど、やっぱりあのマッチングの機能が重要なんですね、こういう分野においては。 さまざまなの機関の情報をです、ね、共有するような形というのをもっと、まあ、強化をしていかなければいけない、えー、こんなふうにあの思っているところであります。それであの、どの分野、SDGs の達成について遅れているか、あの進んでいるか、あの私個人というよりもです、ね、ある程度客観的な評価というのが重要だと思っておりまして、まあ、例えばその国際機関であったりとか、まあ、シンクタンクによってさまざまなあの評価と、とこれ、行われるところでありますが、国際社会において、一定 一定の評価が得られているものとして、えー、ベルテルスマン、えー、財団であったりとか、えー、持続可能な開発、えー、手法方法、えー、ネットワーク、えー、これによりますのあの、評価があの評価を上げられると思うんですが、あの昨年の,あの、えー、財団のです、ねえー、報告書によりますと、まあ、日本はあの教育イノベーション、これについては、 達成の度合いが高いと評価されている一方で,です、ね、ジェンダー、そして生産、消費、気候変動、実施手段、こういった分野については、達成度合いが低い、このように評価をされていると承知をいたしております長江貴子さん。はいそうなんですよね、あの5番目のゴールであるジェンダー、あらゆる人々が活躍する社会、これについては、ジェンダーギャップ指数出ておりまして。 日本は144か国中121位、下から数えた方が早いという、これ、相当頑張らなくちゃいけない分野だと思うんですが、このジェンダーギャップ指数というのは、教育、医療、政治、経済、4つの分野で評価をしていて、日本はそのうち政治と経済での評価が低いということですから、よく言われるように、まあ、女性議員が少ない。 さっきあの大臣のところでは、女性のね、えー、OB の方、頑張っていらっしゃるというのはありましたけれども、まあえー、女性議員が少ないっていうのと、女性の管理職が少ないと言われることで、まあ、意思決定の場における女性の占める割合が低いということかと思います。で、会よりはじめようでございますので、えー、大臣のところですね、外務省、まあ、お店無観頑張ってくださってますけれども、職員の皆さん、女性の、えー、管理職ですね、 管理職の中で女性の占める割合は何で、これは目標に対してどのぐらいで、時間がないので、併せて質問させていただきますが、それを達成していくためには、これから何をしようとお考えなのか、教えてください茂、はい、木外務大臣。 申し訳ありませんあの数字についてはちょっとですね私、今、手元にありませんので、またお知らせをまあしたいと思っておりますけれど、あのまあ、幹部クラスでも、ですね、えー、例えば国際、えー、文化交流審議官の、まあ、市の審議官であったりとか、えーまあ、順次、ですねあの幹部は出てきてるんですが、もともと、えー 平成,のえー、平成の前に入賞された、えー、人で言いますと、ですねまずあの母数が極めて少ない、えー、大体平成5年ぐらいから少し増えてきまして、平成10年代以降は、ある程度の、まあ、数というのが、何、えー、んというか入賞をしてくれる、で現在で言いますと、半分近くが女性。であの 面接官に聞きますと、大体女性の方が優秀だ、えこういうあの評価なんですけれど、あの松川るいさんとかたくさんあのいらっしゃるでです、ね、あので、えー、まずはそういう母数を増やしていくということが、まあ、重要なんだと思います、であ,のあまりそのなんていうか、えー、男性、女性、まあ、それについてです、ね、どうするということはないんですけれど、まあ、それぞれ置かれた立場、まあ、とうとう家庭を持ったりとかです、ね、そういったことで違ってきますから、そういった家庭環境も配慮しながらです、ね、えー、仕事が 執行できるまこういった状況を作っていくことは極めて、私は重要だと思っております。政治においても経済においても、また霞が関外務省においてもですね。まずは母数を増やし、そして経験値を上げていくえ、こういったことが極めて重要だと考えております。長江貴子さん。はい。 あのまずデータを、ね、詳細にあの把握するところからだというふうに思いますのでまた教えていただければと思いますよろしくお願いいたします、えー、政府としては国として2020年に確か、えー、あらゆる重要な意思決定の場合の女性が占める割合は30%という目標を掲げていたかと思います今年も残り8ヶ月少々となりましたご一緒に頑張らせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは質問を終わります 以上をもちまして、令和2年度一般会計予算同、特別会計予算同、政府関係機関予算中、政府開発援助関係経費についての移植審査は終了いたしました。なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、 採用を決定いたします。政府側はご退席いただいて結構でございます。 政府開発援助等に関する調査を議題といたします。先般、本委員会が行いました委員派遣について、えー、派遣委員の報告を聴取いたします。